今シーズンの初勝利を目指す東京ヴェルディ、どちらもかなり高いテンションで入ってますね。はい、背後を狙ったボールですが、これはバックパス、やどうだ、シュート。前半の3分東京ヴェルディ相手のミスを逃しませんでした。決めたのは9番の杉本。ただ馬場落ち着いています。今度は谷口、いやいいとこ見た。さあこれは杉本だ、杉本つなぐチャンスになった。右の10番新井も空いている。さあどこに出す、石浦中央に入れてくる、狭いところ狙ったシュート。東京ヴェルディ2点目。見事なパスワークから東京ヴェルディらしい得点シーンが生まれました。山本とのパス交換から最終ラインの谷口へ。さあ谷口だ、谷口、いやこれも面白いボールだ。面白いですね。新井、前ワンタッチで目の前の選手をかわす。今もでも音川さん、ヴェルディの攻守の切り替え早いです。さあ新井が行った、新井エリアに入る、横にシュートはどうだ、石浦のシュート正面、シュートを放つが、これはどうだ、新井のシュート。右サイド山越が上がっていきます。山越、新井、山越、山越中に折り返す。いや早い時間帯ヴェルディ動いてきます。センターフォワード佐藤亮吾が変わって29番の川村が入ります。浮かしたボール、いや今も狙いとしては非常に面白いパスでした。山本、川村、インプレ、小池が折り返したボール、新井エリア内、新井だ、新井仕掛ける、新井縦に運んでクロスはファーサイドへシュート。小池のシュート、ゴールキーパーの川田止めた。山本リフト、石浦横に出して深澤、深澤ゴールに向かっていくボールが来た。東京ヴェルディ3点目。交代で入った河村圭人、いやこういう新人に一発出ると本当にチームに勢いを与えますよね。日体大からの新加入選手です。新井、そして山越、お右隅を狙っていきました。さあ早い早い、折り返したボール、もうこの18番のバスケスバイロン、東京ヴェルディで J デビューということになります。一矢報いたいところ。さあチャンス、どうだ、シュートがポスト、惜しくもポストに弾かれてしまいました。そしてタイムアップの笛、3対0ホームの東京ヴェルディ今シーズンの初勝利です。チームとしてボールを保持するというところでは非常によくできていると思いますし、後ろとしては失点は最小限に抑えられているのでいいかなと思います。守備のところでみんな体を張るという場面ではみんなできてますし、みんな前線からのプレスというのは効いてて非常に手応えを感じています。去年 J1 にいたチームなんで力はあると思いますが、チーム一丸となって勝てるように頑張っていきたいなと思います。